じゃあ次古田さんお願いしていいですか。じゃあいきますね、第2弾いきます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、あの、はい、ホストですか。あ、いや、あの、ずっとマインドが変わったらこんなマインドになっちゃう。それはいいかどうかわかんないですけど、はい、まあ、ちょっと自己紹介してもらってもいいですか。はい、埼玉県和光市というところで側腕症専門整体院を経営しております、古田ゆうか先生。はい、マスク外します。じゃあ外しておきましょうか。はい、まあ、全然このまま使いますけど、はい、古田さんですね。はい、職業は治療家さんなんですか。はい、治療家として入らせていただきます。はい、じゃよろしくお願いします。はい、ます。古田さんも、12月、最高売上を達成されたってことなんですけど、はい、大体どれぐらいまで行きました。昨年の12月で、220万まで、うん、はい。おお。でもぶっちゃけ入られたのっていつからでしたっけ。半年前なので、大体夏ぐらい。夏ぐらい、はい、じゃあ7月のスタート期ですよ ね。はい、じゃあその入られる時ってどんな状況で、はい、悩んでたから入られたんですか。売上に結構波があって、はい、まあ、コロナ禍ではあったんですけれども、うん、まあ、100万超える時もあれば、うん、まあ、全然いかない時もあって、はいはい、それを平均すると大体50万前後、まあ、行ったり来たりっていう。そしたら100万行く時もあったらもう30万とかやるみたいな、こんな波があったってことですか。そうですね、はい、めっちゃ不安ですね、そんなんね。そうですね。その中で、まあ、入っていただいてどういう感じで売上って変わっていきました。入塾させていただいて、最初の月で、うん、まあ、じわじわと上がって、はい、3ヶ月目ぐらいで100万超えてきて、うんうん、で、そうですね、半年してないぐらい、あ、そっか、9、10、11ぐらいからもうコンサートも100万は、うん、まあ、余裕を超えてくるぐらい。あ、なるほどですね。はい、でも結構安定はしてきてるって感じですよね。そうですね。まあ、今回そのまあ安定の部分もそうですし、200いった部分もなんですけど、はい、どういった形でその集客をされているのかっていう部分がきっと皆さん気になる部分だと思うんですけど、集客の部分で何かこう意識したことってありますか。とにかく、まずチラシを最初巻いてたんですけど、はい、あのやっぱり速攻性は高いんですけど、うんうんうん、その時で終わっちゃうというか、はいはい、結局じゃあ同じチラシを次巻いたらまた来るかって言ったら来なくて、うんうんうん、そういうので波があると、うん、なので積み上げていく必要性があるなということで、うんうんうん、まあ、SNS をやって、うん、全ての SNS を一回全部やってみた次第です。お、全ての SNS ってちなみにどうなんですか。全てって、YouTube、インスタ、Facebook、Twitter、TikTok、 まずこれは全部やりました。あと LINE、 ほほ、6個、はい、これをまず回してみて、うんうんうん、どれが一番反応出るかっていうところを確かめました。うん、結果としてどれだったんですか。は YouTube でした。へえー、はい、じゃあ結構 YouTube から集客ができてるって感じなんですか今。そうですね、ほとんどの方が YouTube を見て来ましたっていう方なので、うんうんうん、ほとんどその証券がないんですよね。だから僕のその地元の埼玉県和光市から来る人じゃなくて、うん、もっと遠くから来る方の方が、あと、うん、他県とか、はい、本当に遠いと北海道から来る方が多くて、なのであのそういった意味では SNS で何がハマるかっていうのを、うんうんうん、まあ、いち早くやっていくってことを意識してやってました。そのヒントって、はい、あのどっから得たんですか。その講座の中でそんなありましたっけ。あの積み上げていくってことがそもそも苦手 で、はいはいはい、その講座に入るきっかけが、うん、その SNS 集客が苦手だったので、はいはいはい、やったことがなくて、うんうん、でいろいろこう教わっていく中 で、うん、で塾生の皆さんのやり方とかを見させていただいて、はい、あ、こんなやり方があるんだなと思いながら、うんうん、あの参考させていただいて、うん、まあ、独自のやり方でこういろいろやってみた結果が、うんうん、まあ、今につながった。でもそれ集客取れて、問題は集客だけだったんですか。リピートとか元からそんな悪くなかったんですか。リピートもあの確かにされる人と、まあ、ちょっと離脱しちゃう人といるんですけど、はいはいはい、リピートに関してもやはりあの、まあ、講座の中の授業だったり、うんうん、まあ、あとは考え方とか、はい、あのいわゆるそのマネーブロックとかっていうところもすごく最初は強かったので、はい、そういったところをどんどん外していって、うんうんうん、でなんでその人にこのリピートが必要なのかっていうところをちゃんとお話ししてお伝えして、うんうん、で次にちゃんと生かしていくってことを意識して、うん、なるべくそのなんかこうバレるので、うんうんうん、な気もしていると、はいはいはい、ではなくてその人のために全力を尽くすってことを意識してました。うんうん、なるほどですね。実際こう半年間で、まあ、売り上げもそうですし、ご主のいろいろ考え方も変わっているのかなと思うんですけど、はい、こう半年でここまでそういったものが変化するっていうのはイメージできました。半年では正直イメージできなくて、うん、1年間かけてこう達成していくものかなとは思ったんですけど、うんうんうん、あのやっぱりこう環境がすごくいいなと思っていて、うんうん、その環境を見渡してみるとすごいこうレベルが高い人もいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、はい、そのレベルが高い人は一体何をやってるのかなってところ で、うんうんうん、でその負けたくないっていう気持ちと、はいはいはい、その他の人にもくっついていくぞっていうイメージで、うんうんうん、まあ、今に至っております。なるほどですね。
まあ、これからもますますあの挑戦していかれるのでまだまだ数字上がっていくと思うので、はい、次は250万ぐらいですね、はい、超えた時またいろいろお話ししてもらえたらと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。